どうも、こんばんは、エドムです。今回は、東京グールダークウォー。私、ついに、新田プロとの篠原さん、交換しました。で、まあ、使ってみたっていう動画はね、また別の機会で、出せたらなと思うんですけど、今回はですね、ガシャです。ガシャというか、ルーレットみたいな感じのがあるんですね、ここに。上に、ラッキー、ホイールっていうのがありますね。はい、こちら、ダイヤ50個で回すことができて、10連がですね、450個なんで、今回20連分回せるんですけど、まあ、ガチャじゃないんですよね。でも、ラインナップにムカデがいるんですよ。ムカデがいるんですよ。20回回せば、まあ、2回ぐらい当たるかなっていう感じなんですか、確率的に。まあ、そんなわけはないんだけど、まあ、俺、正直、今のガチャのね、ラインナップ、この中から、ムカデを引ける気がしないと、なんか、俺ガシャ運ないんだ、このゲームで。うん。で、今このラインナップ並んでるやつめっちゃ強いじゃん。この入見さんとコマさんのやつとかなんか強いっていう情報を僕出したじゃないですか。だけど、やっぱ俺ムカデが欲しいんですよ。ムカデが欲しいんだよ。だから今回はこのラッキーホイールの方でガシャよりこっちの方が当たる確率が高いんじゃねえかってことで引いていきたいと思います。10連を2回引くんだけど、これさ、10タイムスでさ、回してたら、ポンってやられたら嫌なんだよね。うん、とりあえず10連回して、そう、一気に出る感じだったら、まあ50個ちょっと無駄になるけど、単発ずつ回そうかなと。こう、くるくるくるって回って、今止まれみたいな、そういうのが欲しいんだ。はい、ということで、とりあえず10連回してみますか。頼む、いけ、うわ、惜しい、うわ、待ってくれよ。おい、待って。おい、待て待て、行くな。うわ、3個か。え、3個とかってあったっけ ?3 個とかってあったっけ、ムカデのさ、ピース。5個じゃなかった。何3って。あ、3だった。俺5かと思ってた。3でしたね。あ、やっぱこれ、あれか。止まったとこでこう、ピン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 って一気にいっちゃうのか。じゃあちょっと、ダイヤが50個無駄になるけど、単発で行くわ。あっさり終わりすぎる。動画時間をちょっと気にして、ちょっと俺ワクワク欲しいから。でもね、このダイヤがこう、溢れてる。右半分の上から2番目。うん。右斜め45度より、下の方、45度とかなかった。はい。あるじゃないですか。ここにダイヤが溢れてるボックスがあるんですけど、これ多分なんか継ぎ込まれた、今までこう継ぎ込まれたダイヤが、ここに止まれば全部溢れて出て、ジャックポットみたいな。なんかあるじゃん、ゲーセンとかでもよく。あんな感じだと思うんですよね。だから、ここに止まれば、チャラになったダイヤは、帰ってくるみたいな。絶対止まんないと思うんだけど、まあ、とりあえず単発で引いていくわ。まあ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 、1連目。これ、あれかな、回す、あれあるのかな、そのタイミングというかさ、その、止まるタイミング、だいたい何秒で止まりますよ、みたいな。ないか。ないだろうな。うわ、惜しい、くそ、今、来た来た来たと思ったのに、今、溢れるかなと思ったのにな。溢れるダイヤのとこ止まるかなと。いやー、お前、ここ2つしか止まんねえじゃん。この、よくわかんないさ、なんか、ヤクルトの結晶みたいなやつとさ、この、オレンジジュース、人参ジュースみたいなのしか止まらないんだけど。いや、うわ、もう、いや、今、意図的にずる、今見た。今、運営が意図的にずらしたんだけど、ムカデから。母なんだけど、今、確実にムカデんとこに止まるムーブだったのにさ、0.5 秒ちょっと遅らせたのよ、止まるやつ。俺見たぞ。伸びたぞ、弾が。あと6回しか回せないじゃないか。確実ムカデ、おい!今また伸ばしたよね、運営が。今、運営がまた伸ばさなかった。ちょっと伸びたんだが、最後。弾が。お前、ふざけんな。くっそ。全然、なんか、ムカデピース3が来ただけでさ、うわ、お、早すぎだろ、お前、ルーレット止まるの。意図的に運営がここで止めてるんだか、この下3つ。この肌色の結晶とさ、人参ジュースとさ、この心臓でさ、もう、なんか、運営がこの3つで止めてくるんだか、トレジャーボックス的なやつすら来ないんだけど。これならまだ金出してくれた方が、個人的には嬉しいんだが、さ、ラス3回。俺はね、もう予想つくよ。もう最後2回は心臓とヤクルトの決勝だから。頼む!来い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 !うわ!ほら!また意図的に運営が!おい、絶対よ!ここで止まんねえようにやってんだよ。もうこれ、俺完全にパチンカスと一緒だ、俺の思考回路。完全にムカデの上だけなんかこの逆の時勢が働いてる。俺のこのルーレットの針と。
逆の時勢が働いたら、これ絶対あそこの上でプリンってこうどっか別のとこに行くようになってんだよ。ラスト行くか。くっそ悔しいんだが、ほらまた人参ジュースだし。マジで悔しいんだが、ということですね、今回。このルーレットダメだ、イカ様だ。マジで。おい、俺のダイヤ返せ。ダイヤ返してくれ、ということで。もう僕はこのルーレットはもう回しません。はい、ということで、お疲れ様でした。また次回のルーレットでお会いしましょう。